トラテロルコの神殿跡、トラテロルコを表すアステカ文字トラテロルコは、かつて、テスコココの中の島にあったメシカの都市で、アステカ帝国における商業の中心だった。テノチティトランのすぐ北にあって、双子都市を成していた。現在のメキシコシティのトラテロルコ地区にあたる。1473年のテノチティトランによるトラテロルコ征服。倒れている人物は、 モキウィシュ伝説によると、1325年にテノチティトランが成立したはじめメシカの人々の信仰は統一されておらず、主流派に反対する総統領の人々が1337年にテノチティトランを離れ、北にある別の島にトラテロルコの町を建設した。テノチティトランが政治の中心として発達した一方、トラテロルコは交易の中心として発達した。 16世紀のベルナルディアスデルカスティリオラはトラテロルコの繁栄を記述している。ポチテカと呼ばれる商人の組合はトラテロルコの市場で商品を売るとともに市場の取り締まりをもいった。テノチティトランと同様トラテロルコも最初はアスカポツァルコのテソソモクに従属していた。トラテロルコの初代トラトアニノクアクアピツァワクはテソソモクの子だった。トラテロルコは テノチティトランから独立して発達したが、1473年に、テノチティトランの第6代トラトアニのアシャヤカトルによって征服された。文献によりその理由は一致しないが、おそらく、トラテロルコの経済力がテノチティトランにとって、脅威となったためと考えられる。伝承では、当時のトラテロルコのトラトアニであったオキウィッシュが、アシャヤカトルの姉妹のチャルチューネネチンを妻にしており、 モキウィッシュが彼女を侮辱したことが戦争の原因とも言う。1521年、スペイン人とその協力者たちはテノチティトランと共にトラテロルコも破壊した。フランシスコ会はキリスト教に改修した先住民の指定を教育するためのコレヒオインペリアルでサンタクルスデトラテロルコを建設した。1536年に開校し、8歳から10歳。 までの子供が入学したが、伝染病の蔓延によって、多くの生徒が死に、また、フランシスコ会からの支援も欠いたために経営状態は悪化した。トラケロルコの発掘では、テンプロマヨールと非常によく似た二つの階段を持つ、神殿、エーカトルのための円形の神殿、棒を通すための穴が、両端に開けられた人間の頭蓋骨などが発見されている。ありがとうございます。